こんにちは、りょうこばあばです。今ここに置いているあの編みかけなんですけどね、これは去年の秋口ぐらいから編んでたと思うんですけど、冬用のねあのストールを編んでたんですけど、まあこれ自分用に編んでるんですけどね、いつもあの小物とか私は編んでるんですけど、あのその合間合間にねこうやって自分のものもこう編んでるんですよね。それで編んでるあの編みかけなんですけども、まあ自分がこう編んでるのを忘れて、最近ちょっと冬用のね糸を置いてるところら辺をこう見てたら、あ編みかけがあるなと思って出して、そしたらかごめ編みで編んでるストールをこう見つけたんですよ。でこの編み方は私が好きな編み方で、夏糸でも編んでるし、冬用はね編んで持ってなかったので、冬用も編もうかなと思って去年の秋口ぐらいから確か編んでると思うんですよね。でこの糸がですね、浜中さんのエマという糸で10個まとめて買ってたのかな。それでまだ残ってたのでね、あのストール編めるなと思ってあの編んでるんですけど、30g でね約98メートルあるんですよね。で今棒針の、これは棒針あの8号から9 10号かな、かぎ針が7号と書いてあるんですけど、棒針の10号で編んでるんですよね。で一玉使ってだいたい50センチくらいあるのかな、こんな感じでね編んでるんですけど、最初ねあの編み方わからなかったから、あのネットで検索して YouTube とかを検索して編み始めたんですけど、これがあのかごめ編みで、3作品目なんですよね。で同じこのかごめ編みで一番最初に編んだのがですね、これなんですけど、ちょっと糸がね、これ夏糸なんですよね。ね、何糸って言ったらいいのかな、こんな感じで太いところもあるし細いところもあるし、これネップ糸っていうんですかね、ちょっとよくわからないんですけど、あったから、これでまず最初夏糸をこの夏糸でね編んで、これは160センチくらい編んだのかな。これが第1号のかごめ編みの作品なんですけど、で 次に編んでたのがこの、これも夏糸ですね。ちょっと目がちっちゃいんですけどね、あのこれは長く編んで2メートルちょいあるんですよね。測ったら2メートル6センチぐらいあったんですけど、これはもう長いので首にぐるぐる巻いてね、いつもあの春先とかあの真冬はね、やっぱりこの夏糸なんでちょっとヒヤッてするので、冬場はねあの使えないので、冬場にも使いたいなと思って、あのこのね浜中の絵まで編んでるんですよね。これが 3個目かな、かごめ編みでね編むのが。でいろんなのはもうちょっとまっすぐね編んでいくだけだったら編めるかなと思ってこんなして編んでるんですけど、まあ、セーターとかね編む人もいるんですけど、私はもうそういう技術はないのでね、こんな感じでちょこちょこまっすぐもう編んでいくだけだから今編んでるんですけど、この糸は光沢があってね柔らかいんですよね。これはレイヨンが 63% でウールが 37% と書いてありますね。色違いもね、茶系の色違いも持っているんですけど、それもなんかね活用しないといけないんですけど、まあね今年もこんな感じで残り編みかけをね見つけたので、ちょっと今ね編んでるんですけど、今年ね1年間振り返ってなんか何かとやっぱりありましたね、私事なんですけどね。去年の末からいつも患っている甲状腺がね、
甲状腺の数値がちょっと上がりすぎたので、もうきつくてきつくて、車椅子なんですけど、車椅子にも自分で自力で椅子にね乗れない感じで、もう本当去年の末から今年にかけて春近くなるまですごくこう自分にとってはね大変な時期だったなと今思いますね。車椅子に乗れない、自分でね自力で乗れないのが一番辛くて、家族がいたらねよいしょって抱えてもらってね、椅子にこう車椅子に座らせてもらうんですけど、ほとんどねこう今まで自分でやってたことをね、こう家族であってもこう頼むということがね、何回も毎回のこと苦痛で、早くどうかしたいなと思ってたんですけど、それでかかりつけの病院で、じゃあ探しの方でそういう専門医があるから、そこで放射線治療をねしませんかということで放射線治療をしたんですけども、一気にね亡くなるわけでもないし、徐々に亡くなっていきますよって病状がね亡くなっていきますよということで放射線治療をしたんですよね。そしたらその後は意外に調子よくて、いつも飲んでる薬もね飲む、まあ少しずつ薬の量を減らして、毎回ね病院に行くたびに採血して甲状腺の数値を測るんですけど、まあ、正常値の月も何ヶ月か続いたり、飲んでるうちに効きすぎて数値が下がったりで、またそこで薬を飲まなくて調整しますよね。でまた最近なんですけど、今月もね採血して数値測ったんですけど、少し数値がね高くなってたんですよね。だから今まで飲んでいる薬の半分の量をまた今回ね今飲んでるんですよね。いつになったらね放射線治療したのに甲状腺が消えるのかなと思っているんですけど、先生もねはっきりは個人差がいろいろあるからね、はっきり言えないということで、まあ経過を見ながらね今治療をしてるんですけど、病気持ってたら何かしらね生活に支障が来るのでね、健康が一番いいんですけどね。で今のとそれともう一つ病気持ってて、目の病気があるんですよね。ブドウ膜炎っていう目の病気を持っているんですけど、それもねやっぱりどういうきっかけで再発するかわからないんですけど、忘れた頃にちょっと見えなくなるというか、もやがかかったみたいに鮮明に見え数字とかね見えない時があるんですよね。間違ってる。それで日赤病院の眼科にかかってるんですけどね、大きいやっぱり病院しか個人のね眼科だったら見てもらえないので、大きい病院に行って見てもらってるんですけど、ちょっと間違ってるね、ちょっと間違ってたから修理しました。それでね昨日12月15日なんですけど、昨日眼科にね行ってきて、見え方としてはね問題なかったので、今4ヶ月に1回ね今までずっと病院眼科で検査してもらって目薬もらって帰ってくるんですけど、今回は調子良かったからね半年後になったんですよね。半年後になったから忘れないようにねカレンダーに書き込んでるんですけども、そんな感じでやっぱり毎回ね病院とは縁が切れない状態でこう過ごしてるんですよね。まあ病院かかってるから安心はあるんですけど、なんかちょっとねこうどうかなった時がこうああまたかと思って、また再発したねと思って、もうしょうがないなと思うんですけど、やっぱり日々の生活でね健康じゃないから、なるだけね健康で
再発しないようにと思って生活はしてるんですけどね。そんな感じで 今のところは今年はね、年明けからちょっと甲状腺が数値が上がって、今現在はねだいぶいいんですよね、まあ、ちょっと数値が上がってるだけで、目の方もね調子いいから今のところ大丈夫なんですけどね。で、私のことは、私はねそんな感じで病気持ってるからね、病院が通いばっかりしてるんですけど、年の初めに今コロナが流行ってます。だいぶねまた増えてきてはいるんですけど、年の初めに長女の子がね、長女の孫娘が、子供がコロナにかかって、身内では第一号孫がかかったんですけど、それで正月会ってるもんだから私たちも濃厚接触者になって、次女の旦那とかねちょっと一緒にいたから、仕事場も休んで、主人も、直接は主人は濃厚接触者じゃなかったんですけど、会社に連絡したら休みなさいということで、もう正月からねもう家の中に休みてばっかりで、正月年明けからいろいろあったなと思って今振り返ってるんですけどね。そしてまた主人のことなんですけどね、春先に会社の健康診断で肝機能と血糖値がねすごく上がってたんですよね。血糖値はね去年の秋の検査の時からちょっと上がっていたらしいんですけど、私には何にも言わなかったから私は知らなくて、今年の4月の会社の検診で紙をもらってくるんですよね。しばらくして検査の結果がね、それで すっごいこう血糖値が上がって、病院でね治療しなくてはねいけないくらいにこう上がってたんですよね。それで本人もびっくりしてね、私もびっくりしましたよ。そんな感じでね、健康体だった主人がねそんなして血糖値は上がるし肝機能は上がるしで、でやっぱりこうアルコールとか食べ物のこう影響もありますよね。だからそしたらもう食べ物を改善しようということでね、6月から6月頃から検査のね紙もらってきたから、そこからじゃあ食事を改善しようということでね、いろいろしたんですけど、うん、やっぱり気遣いますよね。食事の準備とかね、野菜中心になるだけ糖分取らないように、甘いものも好きだからそういうのも極力減らして、白米好きな主人なんですけどね、今まで私が雑穀入れたりもち麦入れたりして食べたいよって言ってたんですけど、自分は白米がいいって言って白米をずっと食べてたんですけど、それ以来今の我が家はねもち麦と雑穀を混ぜて白米に混ぜて炊いていますね。健康のためにはねそうしたがいいから私としてはいいんですけど、もうそれも慣れたと言ってね、白米オンリーだった主人もね雑穀とかもち麦とか入れてももうそんな気にならなくなったとは言ってるんですけど、それとねやっぱりこうアルコールがねいけなかったみたいですね。チューハイ大好きな人だからビールを飲んでチューハイ飲んでそんなね生活をいつもしてたんですけど、それもねチューハイはピタッとその6月以降はピタッとやんで1日1本ビールだけということで続けていたんですよね。そしたらこうやっぱり食生活をね改善したら体にやっぱり現れるんですね。会社の秋の健康診断ではね血糖値も正常値に戻って、肝機能もね正常値に戻ってたんですよね。やっぱりこうアルコール、特にアルコールは飲みすぎはいけないなと思って、
でお腹もね、あのその健康を気にして食生活とかね改善しながら食べてたんですけど、ぽっこりしてたねお腹がスリムになって、体重がなんとね、うちの主人は背丈があるもんだから体重も結構ねあったんですけど、10キロは痩せましたね。10キロ痩せてスリムな体になりましたね。私もそれで少しは痩せたんですけど、なんとなく元に、ね、戻った感じ。私の場合はなんか好きなように食べたり飲んだりしてるから、だからこう体重もね、今まで身長がね183センチなんですけど、高いんですけど、体重もその時あの食事を改善する前はね85キロほどあったのかな、5、6キロあったんですよね。それが見事に10キロ体重を減らしてね、今75キロぐらいになってますよ。見たからにも痩せてますもんね。全然前とは違った体型でね。でもお腹が、もうちょっとお腹の肉をこう減らしたいということで、以前からあのなんかお腹に巻いて、腹筋とかしなくてもお腹に巻くだけでこう、いや、お腹の肉が減るみたいな、腹筋してるのと同じみたいな感じでね、そういうのがあるからって言って、ネットで調べたらタレントのひろみさんが監修されてるあれがあるんですよね。ひろみさんが監修されてるのがあったから、それをね、以前からそれ品切れずっとしてたんですよね。ネットで探した時は、ずっと品切れ状態だったんですけど、最近見てみたら在庫があったからね、それを買いましたね。買って今つけてそれしてるんですけど、なんか聞くと見た目はまだねわからないですけど、こう腹筋した後みたいな感じだって言ってますよ。私にはよくわからないけど、まあね、ネットで何でも見て買える時代だから便利になりましたね。そういうことでね、我が家のこう今年振り返って、コロナにかかったり、甲状腺が数値が上がりすぎたり、主人がね血糖値が上がったりして、いろいろ今年もありました。毎年何事もなくね過ごしたいねって言ってるんですけどね、そんな感じで何かしらこう1年通せばあったねって言って、この間も話したんですけどね、何事もなくね1年間過ごせたらね、それが一番いいんですけど、やっぱりね何かしら起こりますよね。こんなしてね、YouTube で動画撮ったりして、病気は持っていてもね、こんな感じで動画撮ったりして楽しんで生活しているんですけどね。また来年も同じようにこんなして動画撮ったりして過ごすと思うんですけどね。健康だからこそこう健康でねありたいなっていつもこう思いますね。何かこうするにしてもこう体がね健康じゃないとできないですからね。一番健康が一番ですよね。やっぱりここはあるか。ここでまた間違ってるね。
こんな感じでね、10号の輪針を使ってかごめ編みのこうストールをね、また今年中には編み上げたいなと思っています。また出来上がったらね、ご報告しようかなと思います。他にもね、こう小物もね編みたいんですけど、今何を編もうかこう浮かばないのでね、これをちょっと見つけたからこんな感じで今編んでいます。ではね、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。